郡山市民文化センターは、福島県郡山市の文化通り沿いにある、コンサートホール、会議室、展示室などを要する複合施設である。福島県商工信用組合が、愛称命名権を獲得し、2018年4月1日から、県心郡山文化センターの愛称が使用されている。郡山市の市政施行60周年にあたる1984年に、開館した。 主にコンサートで使用されている大ホールは、東北地方有数の規模を誇る。その他、中ホール、会議室、市民ギャラリーなどがある。1986年福島県建築文化賞、受賞。利用者数は、2005年度が516,136万6 6人、2006年度が50万210人。 大規模改修を2ヶ月間施行した影響が出た2007年度が466,026人となっており、おおむね年間50万人が利用している。館内にはスタインウェイ及びベーゼンドルファーのピアノがあり、有料で演奏できる楽器体験プログラム企画が時折行われている。また、今後参加劇団の公演や渡辺風美の映画作品の上映が行われることもあり、 他館では公演中止になりうるような祭事にも、寛容な運営方針を見せている。施設は、郡山市が所有し、その外閣団体である、財団法人郡山市文化、学び振興校舎が指定管理者となっている。2012年度より、各年で、日本学校合奏コンクールグランドコンテストの会場となっている。ホワイエ JR 郡山駅から、ありがとうございます。